八甲田連邦吹雪の山劇は世界山岳史上最大とも言われる犠牲者が発生した青森県八甲田山における山岳遭難事故を題材として小笠原子氏が執筆した記録小説である悲劇の歴史を再現するという副題がつく一般には吹雪の山劇の署名で知られる九百七十年に第一部を刊行、第二部は百七十四年刊行。 当初第5部まで計画されたが、第3部以降は、著者死亡のため未完に終わった。2014年、ドキュメンタリー、八甲田山のタイトルで映画化。本書は、明治35年に発生した八甲田雪中、抗軍遭難事件について、遭難した青森不評第5連隊と、たまたま同時期に、八甲田の雪中抗軍に成功した広崎不評第31連隊の同行。 対比的に描く。書式は上下2段組であり、上段に青森府評第5連隊、下段に広崎府評第31連隊、それぞれの童貞を並行して記述する得意な題材を取る。第1部と第2部の2冊が刊行され、第1部冒頭には第5連隊生誕者の小原中三郎元五長が序文を寄せている。長期にわたった取材により、 その数六万二千五百六点に及んだとされる資料をもとに書かれたノンフィクションの記録小説である。著者が用いた取材資料は現在では、と和田しと八甲田山現地の民営ドライブインである銅像茶屋が保有しており、銅像茶屋では約四百点を展示している。銅像茶屋は本書の出版、販売元でもある。雪中行軍に向けて準備中である。 第五連隊と第三十一連隊の接中後軍前半を描く。副題がついており、前者が前夜編、後者が後軍編である。接中後軍に出発し遭難した第五連隊と第三十一連隊の後軍中盤を描く。前者の副題は遭難編、後者の副題は葛藤編である。ここで描かれている第五連隊の遭難期は第三日目の 第3路延地までであり、第31連隊の航軍機も1月25日に三本木に到達するところまでで終わっている。これは、八甲田石中航軍遭難事件としてはまだ中盤なので、本書が未完であることがわかる。このため補足として、第2部巻末には事件の生還者である。 小原中三郎元御長と創作隊に所属した三浦誠吉元二等卒に著者が取材した際の談話が閉載されている。第三部は一旦完成し、印刷所に回されたが、ゲラ段階で過失のためと称して撤回され、そのまま著者死亡のため未完となった。近年、と和田氏に遺憾された資料の中から第三部原稿が発見された。出版予定等は不明。 ありがとうございます。